はいどうもヤングサデです、えー、今日はですね、えー、窓際のトットちゃん、えー、映画、劇場版、アニメーションですけど、えー、おそらく全く興味ないと、えー、こういうものは見たくもないと、えー、いくら勧められても、そういう気分になれないっていう人はまあ一定数いると思うんですけど、まあ、いろんな人は激推ししてますよね、傑作っていうね。 えー、去年の、ね、年末にとんでもないのが現れたと言ってまあ現状今はまあ、えー、最も熱いアニメと言われておりますよね、えー、なので見てきたんですが、えー、これはやばいぞっていうまあある部分ありましてね、えー、作品がどうとか感動したとかそういう話じゃないんですよねこの作品、えー、まあ今までの 既存のアニメ全体に一発、えー、何かを語ってるもしくは殴りに行ってるところあるんですよねええー、まあ昨今のね、まあ、アニメとか映画とかでよく言われるあの問題とかこの問題とかあれはどうなんだみたいなことに対する、えー、静かな攻撃っていうか批判っていうか <laughs> ええ回答っていうね誠実な回答ですよねそれは結果的にめちゃめちゃ殴りに行ってるんですよねだからそれが 結果的にですね結果的に殴りに行ってるっていうかそれがめちゃめちゃ面白いんですよねでそれがあのー、先に言うと非常に高畑勲的なマナーでやってるっていうか珍しいんですよね高畑勲マナーでいくっていうのがこの辺めちゃめちゃ面白かったんでこれ掘っていくとこの辺掘っていくと「トットちゃん」っていう映画は離れてちょっと表現論になってくるんで その辺の角度から掘っていきますもちろん、えー、この作品何がやばいか何が泣けるかって部分や、えー、原作の話や黒柳哲子さんの話も含めて、えー、やっていこうと思います、えー、山田レジロヤングさんで2024年スタート

私のヤングサンデー,ンンデーイエスということでやってまいりました。改めまして明けましておめでとうございます。え、2024年、はい、本格的に一発目の放送ということで、はい、元旦もねちょっといろいろありましたけれども。多さ、はい、いやったね。はいそしてその後の、はい、抱負 語り合うという放送でえ発表されましたけども久世さんがえしばらくちょっと休養を取らせていただきますということでえ初期編成に戻りそ,うそうね初心に戻って初心に戻ってね久世が9年,年目に差し掛かってますんでそうここで一回2周目のね矢野さんになるのかなだったからんそうですよマジでそうですよまあ寂しいとこも、はい、俺が俺らが一番寂しいんでねそこはちょっと帰ってくる日をえゆっくり待って。はいはい クゼ寂しいってねよかったなクゼな本当、うん、な <laughs> みんなが惜しんでくれてよかったな <laughs>、はいえー、それからですね、はい、やっぱり北陸の大震災に関、えー、して本当に我々も放送中だったんですけれども、ねえー、ちょっとあの環境だでご機嫌な放送を続けることがなかなか難しいということで一回中断させていただいたりもしたんですけれども、えー、と今日はもうしっかりと、はいえー、やります。これはもうあの北陸の皆さんがですねあの、まあ、落ち着いて えちゃんとこの我々の番組をもう一回見たときにえまたこう楽しくご機嫌になってもらえる時のためにもえ全力でね楽しくやっていこうかなと思っておりますんでよろしくお願いします。クゼクゼのためのコメントに溢れてるね。いやもう誕生日だったし愛されてて。もそ,うそうですね愛されてますね。はい良かったですね。うん、そうですねおめでとうございます。はいはい、まあでもヤンさんバなんでねだからまあクゼもまあフラッと戻ってくるかもしれないしまたいろんな人がここに。 遊びに来てくれると思いますね。そうですね。今、腰担々とクゼの位置を狙っているヤツらがいるかもしれない。なんこ,こ,ここ空いてるぜ。<laughs> <laughs> 面白いやつよ。しれっと来週からジョージさんがレギュラーとか、ね、あれわかんないから。ずっとガンダム作ってるかもしれない。<laughs> ここでかんんんなないいいよさがねちゃ退院していただいて暁にはもう関西人枠でレギュラーでそうそうそう分かんないまさかの人 e が Jedi もね後ろに隠れてるかもしれないけどもいろいろ来てもらえる水澤さんもそうですけどもそうですまあ人材豊富なんでねヤンさんねやっていきたいなと思ってますよろしくお願いしますということでこの新年一発目本格的な特集なんですけれども話題沸騰のこのめちゃくちゃ進められてる窓際のトットちゃん年末からめ めめちちゃゃアカデミーもそうだし島さんとか幕外いろんな人からめちゃくちゃ見ろと普通だって俺映画館で予告で見て絶対見ないと思ったもんお前もだろうういやそういうさジャンルあるあるジャンルものじゃない要はだからさ児童文学かってなるじゃん。まああここんなとと言うれですけど 感動ポルノか,かなまた,たまたこういう感動ポルノかよー<う>えーってなってたけど、ま、さにロバートヌイルみたいになっちゃったけど<おい> <laughs>、うん、まさにその話まさにその話感動ポルノとの戦いでしたね感動ポルノとの戦いをやってたんですねだ感動ポルノを殴りに行ってましたねでその手法がまさかの高畑マナーっていうことでこれは語らないわけにいかんぞって言って掘ってたらはい、はい 大変なことになっちゃって。大変なことだ。これダメだよこれ。2時間かかるやつじゃと思って。時間かかる。これじゃダメだ。フォレストガンプまで繋がるやつじゃんと思って。それで。ちょっとオースよく分からんですよ。フォレストガンプあの名作をここの窓際のトットちゃんともに語る。いやそういうことじゃん。2時間で終わるんですか。清水さん泣いたのかな。清水ちゃんはいどうでした。まずは窓際のトットちゃん。いや書くよ私も。はい。本当にあの見る。 ヤンさんで取り扱うっていう手があったから見に行ったっていうのが正直な意見だったんですけどでもこれがフォレストガンプと繋がってるっていうのは僕もそれはすごく思いました見た後えほらそれはほらもうもう後で言います松本の松本のブルードラゴンも, <laughs> いやいやもブルードラゴン的にはさ泣いたのドラゴちゃん泣いたの決まってる泣きはしないですよあえ <嘘>泣きはしないんですけど、本当にいい映画っていうのは、もちろん、ただフォレストガンプは泣きます。泣くよね。フォレストガンプー泣いて、トットちゃんにはほろっと。いや、小倉さんは正直どうだったんですか。私、言わないですけど、は、はい、めちゃくちゃ泣きました。<laughs> <laughs> お前、絶対見ないっ,すって言ってたからな。なんか、その、<laughs> あの。ぶわーって泣いたんじゃなくて、えー、なんか、こう。もう、最初の10分ぐらいが、なんか、ちょっと。あれ、うんうんうん、あれ。 あれこれなんだこの気持ち悪い顔なんだっていうとこから入ったんですけどねもちろんでもそこからなんかあこれはあの昭和戦前のねあの少年なんとかみたいなものの中原純一とかあの系譜のデザインでやっとるんだなとかなんかあそうかそうかアニメってこういうこともできるんだとかいろんなこと思いつつもやっぱりあのあの多道児を。そう あの小林校長が全部話聞いてやるよみたいなそうまるでさんんじゃと思って役所工事がないい声当ててたいや俺役所工事だと思わなかったもんもう小林さんだったいや俺最初あのフリーレンの僧侶のハイターの人が声優やってんだなと思って見たらエンドロールで役所工事出てて「パーフェクト・デイズも見てたから役所工事出すぎ役所祭りだ役所祭りもう。 民間に任せよう。役<月>たまには民間に任せて。<laughs> その役所ばっかり。民間だって頑張ってんだから。役所が活躍。<laughs> 役所活躍してたわ。ということで、そ,そのトットちゃんなんですけれども。レンさんはどうだった泣いたんですかいやもうさ、一度や二度じゃないよね。一度や二度じゃない。<laughs> <laughs> やられたねそもそもレイさん映画とか見て泣泣くくんです俺俺何いやなんかすごい構造的に見ちゃうからもちろんそれはあるよだから監督の顔がみたいなこといつも言うからいやだからそれはレイヤーがあってで俺はその分析の脳みそが吹っ飛ぶくらい持ってってくれって思ってるから俺を素の俺にしてくれって思って見てるからだからずっとずっと分析してたあ原作はこうだけど 多分こうだなとかここはこうしたんだとかっていう思いながら、うん、もう時時グワって掴まれるんだよねうわ, <laughs> うわーってなるよなるほどでほらなあ親の世代と近いからさあはいはいはい,はい、はい、だからその黒柳さんさうちの親父の三つ上なんだわ、うん、はいはいで<あ>うちの親父…黒柳さんが親に近い、ね、うちの親父の世代だよねだからそれで体験してきたこととかうん、うん、それから割とその住んでたとこもうちの親父に近いところにいてねうん、うん、なんかまあその割とさ 出てくる風景がさ、うん、そんなに知らない世界じゃないの俺。はいはいはい。だから、うわっ,って思うんだよね。のあ,<ー>あの感じ、うん。まずそのね、東京にね、アスファルトが敷かれてなかったりとかね。そうですね。水たまりがあってね。う,ん,、うん、うん。まあそんな問題でね。うん、ちょっとはい。でね、<い>まずはね、だからね、すごい高畑見があったんだよ。高畑見。あで、そのまあ見たい人すごいすごい分かったと思うけど余白だよね。うん

へうん、で,でなんかまあそのちょっとだからその何、うんえー、ていうの高畑イズムみたいなのをうん、うん、めっちゃ引き継いでる人がサポートしてるんだわうん、うん、だこの作品って。でそ,そのまあ監督のこの役クさんっていう人も、うん、まあおそらくは高畑イズム入ってるもしくはそもそもの、えーとね、気質が高畑さんに近い。うん 感じがあるんじゃないかなというのがあってこの方実はその役は監督っていう方なんだけどあのこの人書きました書きました新しいの来た書きましたアニメ監督は書いてくパターンであアニメ監督が書いてくパターンあのウィキメディアの写真とか使わないでシャアのそうそうそう今回書いてくパターンでまた来ましたまたこれイケメンですねそうなんだよちょっとあの星の原的なそうなんだよでこのイケメンがテ子の元に行ってはい ア今まではだから誰も許してなかったのに徹子はだからあれちょっと読んだあの原作のイメージを崩したくないから映像化は避けてただけどそろそろ残したいなと思い始めたタイミングでこのイケメンがやってきて「徹子先生徹子さん先生じゃない徹子さんお願いします」と。 言ったら、あら、いいじゃないって話になった。そう思ってたのよって。ベストタイミングだったってさ。そう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 。そうで、この役はさん。奥野さん。まさかの日芸です。いや、それね、俺調べたんですよ。81年生まれ。まさかの同期そう。お前、同期みたまさかの日芸の放送学放送学でも俺、浪人だから一個上の学年だったかもしれないけど。じゃ同じとこにいたん絶対同じとこですれ違ってる。すれ違。めっちゃすれ違ってますね。 うん、帯広出身。ね。ね。俺<れ>帯広も行ってるし。いや,いやいや。共通点多いんですよ。<laughs> 持ってこつすんだよ。<laughs> いやいや。<laughs> でこの方は。うん あれなんですよね。ドラえもんとかねなんかねそうらしいですねキャリアちょっと原監督に憧れて <laughs> うん、うん、で、私指定作会に入って、まあ、そのドラえもんとか「クレヨンしんちゃん」とか、まあ、いろいろそこの界隈をずっとやってたっていうことだったなと思うんですけど向けの何かをずっっっとやってらっしゃでそれでまあドラえもんに関しても、ね「ドラ泣き」なんて言葉があってさありましたねでこの業界ねよく言われるじゃないですかこれ,<あ>これ以外のとこでも感動ポルノ,感動ポルノいわゆる感動ポルノ って言われていた業界それからまああとその一翼になっとったわけですよね彼がね勝手なイメージだよねでもドラえもん最近のドラえもんだと山崎さんのドラえもんのドラ泣きのイメージがあるからどうしてもこれなんじゃないのって思っちゃうけどそれぞれ一本一本違ったそうですね先入観は本当にダよくないあともしくはもしくはさまあその中でもさ いや泣かせに行かなきゃいけないけどそうじゃないんじゃないのって思ってた人たちもたくさんいるんじゃないかなとは思うしねはははいはい、はい、うん、だからまあ本当にこっちは勝手なこと言ってますよ、うん、あともう一つね、うんえー、最近の映画の問題点、はい、語りすぎ全部セリフで言うそこは本当にそう、うん、ね全部説明してくれるからちょっと寝ても全然大丈夫なのテレビ的になりすぎだから橋田すがご経負なんですよそれはもはや だすテレビ見てればいいじゃんたれちゃうかな、うん、<laughs> なんで大画面を2時間も頑張って凝視してるのに説明されなきゃいけないんだっていうのはあるじゃないだからそもそもがメディアとして入、ね、り込めないですよねそうなるとねやっぱりだからそれでこれに対する回答をやってましたよね、うん、やってましたねやってましたねでインタビュー聞くと引き算してたらしいよだからこのセリフいらないこのセリフいらないしてどんどんどんと演出もね なるべく動きとか表情で伝えていくようにっていう<う>本当にアニメーションですよねいやアニメの良さっていうのをだからそこをちゃんとやってたなっていうのとさ、うん、あともう一個なんと言ってもさ個人主義に走りすぎてる今の世の中に対して、はい、もうちょっと他者を見ようよっていうことに意識を向けてましたねこの映画は原作にあるその要素をだいぶ拾ってますよね、うん、だからその俺物語をやろうとするじゃんあの系譜が あのゲームの話この後しますけど。みんなが自分語りをする中で自分語りじゃないんだよね。自分語りではまあないですね。ましてや監督語りじゃないよね。監督が俺の話をし、そういうことじゃなくって。っていうことで、一歩引いた神の目線で。だからね、この作品さ、望遠レンズで撮ってんだってね。え全部望遠レンズでどういうことどういうこと望遠レンズを使って、ちょっと遠い感じにしてるんだって。 風景のように撮るような形の演出、本人がインタビューで言ってる望遠レンズって。だからちょっと普通の映像近づくっていうよりは遠,遠ざかるような、えー、演出を意識しました<え>みたいなことを。実際に望遠レンズ使ってセルガを撮って作ったんです。セルガっていうか。 まあ、詳しいことわかんないですよ、俺らが、やくわさんじゃないから、やくわさんは、そういうふうに、あの、なんだっけ、なんか雑誌のインタビューで答えてました。すごいね。すごいよね。その温かみとか雰囲気を醸し出してるわけですか。そう、あとは、だから、その、ちょっとしたいかこうちょっと離れて。ああ。だから、何なんつうのかな、愛しき人々の物語に見えてくる。そうですね。高畑さん、がそれやってたからね。ずっとね。なんか慈しみの目という。ねそうなんだよ。だから、俺の話を聞けじゃないの。 <laughs> 人々の物語を眺めようっていうところでいるから。うんね、明らかに宮崎派と違うってう、この話ちょっと詳しく。あなるほどね。そういうラインでは、確かに皆さんとは違います。で、両方あるから、面白いんだけど。その前に、ちょっと、このヤクは監督が、何やろうとしてたかっていうと。うん、その殺伐としすぎてる世の中が。だから、今の子供たちに、あったかいものをね、作りたい。うん、そういうね、ちゃんと、その、ま。ま 本当の話をしたいみたいな感じで児童文学やろうとしてたその時に原作でこれをやろうとしてたんだってヤノシュ・コルチャックさんの「子どものための美しい絵これはあ割とその名作って言われてるらしい児童文学なんだってこれの帯を黒柳さんが書いてただってそれでえあそっかトットちゃんもあるなと思って読んだしたらこれがめちちゃゃく今に るな、今の時代にはまるなっていうことに気づいてトットちゃんの原作からヤクワさん何をやろうとしたかっていうとまずは教育の問題やろうとしたのねとりあえず子供の話聞こうよっていうで、評評価価しないいってう、反主義だねだからそれぞれ本来の多様性っていうところを教育の次元からで、この人お母さんなんか教育関係の偉い人なのね。あ、そうなの 教育ざっくりしてるな。教育教育関係の偉い人。なんだって北海道北海道のえ北海道の調べてみんな調べてでお兄さんは演劇関係でざっくりとした番組のことですね。お兄さんなんか偉いつまりなんかそうそういう環境で生まれたよこの人。子供のために何ができるかっていうことを。 まあ親もか真剣に考えているそのよ、えー、家で育った次男なんだねこの人ね。であとはこの人多様性ののってていううやろうとすしてるよね,ねだからまあ体に障害があろうが、ねうん、そ学校に行けなかろうが、うん、っていうところをちゃんとやろうと、うん、そして、えー、まあ反戦,し反戦だよねだから戦争が近づいてきて、うん、いとしき世界がなくなっていくっていうのをどういうふうに押しつけがましく見せるかっていうのに全力でやってましたよね。本本当に、ね、本当にもうなんか 余計なこと言わないから余計に伝わってくるっていうやつ。まあ、本当にそのなんか、うん。そこは、俺もちょっと。気をつけて見に行ったんですよ。そうなんだよ。イデオロギーに毒されてないかと思って。やっぱり <laughs> うるせえや。<laughs> <laughs> だけど、そういうのを。ちゃんと分かってる、さすが同い年。ちょっと待って。生き抜いてきただけ。学生の手柄みたいにするんだ。ええ、でも、手柄というか、お <laughs>、うん、もうめちゃくちゃ分かると思って。いや、本当に。そういうことだよって。そういうことなんだよ。うん。そう。 本当にそそそそうそううそう。本当に反戦を伝えたかったらで、めっちゃ伝わるようになるでチち,ちとか出てこないからね体バラバラになったりとかそういうの出てこないよ <laughs> そ <こは S 1> なのに <laughs> そう <れ S 1> いうなもいやでも反戦映画ってそっちもあるわけじゃん <laughs> まあでもこう印象的なギャッね ちゃん傷病兵だとかさなんかあのしらっと入っていくというさそのまあ入ってねあれだってまあ細かい話はこの後しちゃうしますけどねあとは文化の力が何よりも大事だっていうねお父さんがねまさかの徹子のお父さんは N 教のコンサートマスターねでバイオリニストめちゃくちゃ偉いですよめちゃくちゃ偉いですけどその地位がでも戦前の方が偉いのかなもしかしたら。 で、それ、地位じゃないんだよね。ここで描かれてるのは。魂。魂ですよ。魂を占いと。ね。いや、本当に。本当に、その辺のところもしっかりと。だから、あの、バイオリンの詩が泣けるんだよね。泣けますか。来るね。いや、だから。なんか、なんつうの、ほら。よくタイタニックのさ。あれね。例えあるじゃん。沈んでいくけど、最後まで。です、あれですよ。いわゆるさ。まあ、まあ、まあ。だけど、あれを。外じゃなくて。家の中で。 聞いてたじゃない。うん、そこがなかなかまたね、あの音もまた良かったですよね,ね。あともう一つ、ど、児童文学だから。うん、子供が何を見てるかっていうのを映像化することに全力をかけてましたね。はいはいはい、そうですね。視点がね。で、大成功してましたね。うん、この話。で、あとはやっぱりあのトッドちゃんの中の超パワーアート、えー。君は本当はいい子なんだよっていう、この小林校長のこの言葉、徹子さんは何回も言ってますよね。 このことを言ってくれなかったら、私はこのまともに生き,生きてなかったっていう。あ、そうなんだ。これは言ってくれたおかげで、うん、私は生きてこれたんだって。うん、徹子さん自分のね、YouTube のチャンネルでも何回も言ってます。うん,うん、うん、<laughs> だまあだからこれを言ってくれる大人がいれば。うん。 大丈夫だよっていうことをバーンと強いメッセージでちゃんととかでなくてそれがまあその原作の一番いいところをちゃんと掴んでポンとつまりこれどういうことかっていうと今みたいな時代にまあ自己肯定感ねどうしたら手に入りますかみたいなそれはとにかく大人が与えられるんだよっていう。 うん、小林校長みたいになればいいんだよっていう自己肯定感を与える方法について大人に教育してんだねこれ実はねだって子供に選択権ないんだもん、うん、小林さんに会えるかどうかなんだよねそうですねだったら小林さんになれよっていうメッセージが入ってるうん、うん、っていうところがまず非常に良かったなっていうのは思いますねあともう一つもう,もういくついい、あのー、すごいなと思ったのが「あのブルジョワ家庭の戦争体験」。いやここは 正直俺も思います、うん、そのななんていうのかなこともすれば、うん、これただ金持ちだからみんなああいう学校に入れるぐらいの経済力あの家もすごかったしね、うんうん、だけどある週こ初めて見たなと思って、うん、その LINE の。 子供たちの、うん、しかもその多動路というかの視点で描かれていくっていうのは面白かったですね。うん、ね、うん、そのなんつうかな貧しい子どもたちの戦争体験の話をすごい見せられるじゃん。ね。うだしのゲームもそうだしいろんなそのあれがありますがまあそういう意味ではだいぶ恵まれたその精神的にその、まあ、精神的にというか、まあ、リッチなね人ね。両方ともだよね。 だから物質的にも精神的にもめちゃめちゃ恵まれた環境にあって自由が丘だからねいやそうでもその戦前の自由が丘が今みたいな感じだったって自由が丘学園みたいなのがあってあそ,それがきっかけでっていうさだからもともと教育レベルの,さその高いっていうかでで西洋的な家並みみたいなのがあってっていうさ当時最先端の場所だったっていうことなんだけど、うんうん、だからといって特別ではなかったって っていうところがまあ結構来るもがありますよね。まあまあそうです。同じように戦争でめちゃめちゃにされていくし、後半のまああの木が燃えるっていうのがなかなか俺は来るもありましたけどね。っていうやつをね。これに関してちょっと後半に後半にじゃあじっくり言いたいこともある。はい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 。でまあさっきのさ高畑さんの話なんだけどさあの高畑さんのことインタビューで語ってないんだわ役川さんは。 なんだけどどうしても高畑さんが浮かんじゃうのは高畑さんって基本的に人々の暮らしをちょっと俯瞰ででで見てるんだよねねそうす絵巻物とかさつまりこの人こういうことのその大和絵日本画それからそういった風俗画とかそういったものの研究をすごくしてた人だよね。でそれをさアニメーションの中に生かせないかって言ったその時に大事だったのが視点なんだよね。うん 個人のの視点に入ってんんじゃなないのね、うん、俯瞰なんだよねだから人々の営みについて書かれているっていうその視点みたいなものをちょっとアニメーションに取り入れようとしてたっていうか。うん、というかまあ日本の文化って基本的に全部俯瞰だったんですよずっと。 そのでその世代が近代文学が入ってきて個人っていうのが入ってきて宮崎なりみたいなその流れもあとで説明しましたけどそんなこんなですよねだから江戸時代からそううそう個人の何かっていうのが発露していくのそこは置いといて。でさよくさジブリの一個前の東映時代の高畑宮崎のことを外からの人はエリート集団って言うじゃんよく。 あ、そうなんだ。よく言うんだよ。でさ、高畑さんってさ、東大出てるのね。えで、で、で、東映に入って、で、労働運動すんの。はいはい。バリバリのさやくんだ。ああ。そう。で、超リベラリスト。そう、そういう、こう、枠の中で、宮崎さんが、そこの後輩として入ってきて。はいはいはい。パクさんってついていった。はい。それがあの、この間のドキュメンタリーね。レンじさんはね、いまいちでたけど、俺めちゃくちゃ良かったですもん、あれ。 演出まあじゃあディスカバリー見せてまあそれは置いといてそうねそんな人なんだよねだから何て言うのかなとっても誠実なんだよで彼が何を見てたかっていうと「俺の話を聞け」じゃなくて「人々を見ろ」って言ってそしてあと「自然」を見ろと。 そのだから、今ここにある美しい着物たちを俺たちは見てないじゃないかっていうのが高畑さんの主張でだからさせっかくさなんかジブリチームがさナウシカでさなんだっけ、ナウシカの前かナウシカかあでナシカでプロデューサーやらされて宮崎さんのそれでヒットしてお金できたのにこれ取っちゃうから柳川割り彫り物語柳川割り割り物語。 いや、だからこうドキュメンタリーだからね。うん,うん、うん、だから、その人々の暮らし。みたいな、売れるわけないじゃん、うん。山田洋次的な感じですな。そう。うん、だけど。 これをやるのが高畑イズムっていうかこれを最後まで貫いてたってすんげえ頑固でしたもんねあのドキュメンタリー見た感じでもう本当そうだからたくさん撮れないだけど宮崎さんはちゃんと撮る時間まあ時間までにちゃんとやるみたいな感じで職人になってたんですけどまあなんか今回そのトトちゃん見てて本当にこの引いた視点っていうのがもうものすごく高畑っぽいというかこれも完全にそうだったじゃんそのでね引いた視点ともう一個ねあのね えー、人々がた楽しく暮らしている村の暮らしがあった、うん、何らかのことでそれがなくなってきますよ、うん、これは引いた視点でそのままか描かれてる隣の山田君これは失われていくだけどそれでも懲りずに頑張るっていうたヌきなんだけどこれをずっとやってたっていうね、うん、でまさに今回のトットちゃん、うん、あれだよねそれまでその戦前のトットちゃんの 豊かなな暮らし、うん、まともな先生、うん、っていうのが戦争によって奪われていくっていうことをやってるんで構造的には非常にポンポコ的なことをやってる、うん、そうですね。そう言われてみたらそうですね。もそうなんだよねはは、うん、はいはい、はいっていうことやってて、うん、でこれがえー、っとね、まあ、まあ俺が感じるのはその個人の感情を超える大きな愛情があるなって思っちゃうははいいはいはい、はい 全部を愛してるっていうか、うん。それが多分かぐや姫だと、あのおじいさんたち、うん。姫やって言ってるあの人たちが、あれ多分あれが高畑さんなん。よそりゃそうでしょう。で、姫は何を愛してるかっていうと、うん。あの、なんつの、連れて行かれる前だよね。味方、うん、の寵愛を受け、受けるみたいになる前に。うん、えー、山で暮らしてるじゃん。うん、はい。 友達と一緒に、うん、その暮らしを愛してんだよね。うんうん、で、それが奪われたっていう話で、それでブチ切れるんだけどね。うん、その、その、だから。あれって、すごくポンポコで、その自然を失われ、うし、まあ、その奪われた狸がブチ切れるっていうのと。うんうん、かぐや姫、い、同じことやってる。うん、ずっと、じゃ、同じーマ。同じことやっずっと、再生産というか。 ずっとそうだか大事なものを日本にはあったんだけどそれは奪われていく、うん、その悲しみと怒りみたいなものをい描いてたのが高橋さんなんだけど、うん、もうそ,その完全なその延長上にトットちゃんやってたなっていうのが印象なんで、ねうんうん、いい受け継いでいく意思みたいなそう、うん、ああそうなんだと思ってでその話すると、はい、この二人の話になる、はい、こうやって書いたよ俺。<laughs> ちょっと目が、もう怖いじゃん、ちょっと、大丈夫ですか。虚無の目が。先輩と後輩じゃん。で、俺たち、つ、いつい後輩の話が面白いから。この後輩の人の話ばっかりしてるじゃん。そうですね。うん。この人偏屈じじいだから。そう。面白い。面白いし、可愛いし。あと、このへ、この人の癖っていうのが、みんなにこう、ツボに入るんだと思うんです。そう、チャーミングなんですよ。で、この人は、出来すぎなんだよ。

そうですねなんかちょっとあの…崇高な感じでみたいなその感じになっちゃうとこはまあ個人の感想ですで、これこの時期同じタイミングでこの作品作ってましたけどやっぱりはっきりしてんだよねさっき言ってた通りその失われし何かを描いてるこっちは勝手にやる俺って言わそうね。全然その立脚点が違うとか視点が違うもんねで、一番はっきりしてんのってこの人 自分たち以外は愚民と思ってるからいやそれ言い過ぎ <laughs> <laughs> そんなことないけどまあその自分た自分ダに対するタイいろいろあるけどる自分の好きなものが一番好きっていうタイプですよそう、うん、だから 完全なオタク満イド。まあまあある種そうですねでそのなんていうの軍人なり警官なりそれから大衆一般庶民全員モブシーンで豚みたいに描くじゃんでも自分は崇高な豚として飛んでるでしょだからまあそんな感じっすよねでそんな感じっすよねむちゃくちゃこれからしてそうじゃんもう。 だから、ここで大事なのはこの2人の物語とそうですそうですイタリアのおばあちゃんとロマン主義だからしょうがないそうそうそうで全体じゃないだけどこれは乗れるんだよやっぱ乗れますよ俺みんなに誤解してほしくないのは俺このおじいちゃん好きだからねだからこの人の癖って文学なんでだからこれないとダメだと思うしだけどこっちもないとダメだなと思ってそれはまあそうですだ本当に奇跡的先輩輩後で。 ね逆に言うと宮さんはその,その高畑さんみたいなものは絶対に作れないっていう憧れてるけど <うん S 1> だからそこら辺の苦悩はずっとあったんだろうなとは思,思うしだけど作っちゃダメなんだと思うだから本当はめちゃめちゃ利他的というかう <ん S 1> まあそのなんて言うんだろうなその大乗仏教的な作品を作りたいんだけどそうそうどうしても。 それを許さない自分の中のなんて言うんだろうちょっと親鸞っぽい何かっていうか法然と親鸞法然と親鸞そうそれ法然と親鸞なんですよなっ担任性だよこいつが作ってるのは女だちょっとダメなんて言うんだ師匠親鸞だよやつだなこれから仏教知らない人はざっくりとした番組そうそうそうあの親鸞会を見てください親鸞会特に後半見てくださいはいはいそんな感じねだからまあ系譜としてねまたねじゃあこの二人の ね、流れってどうなのか、うん、ずっと。またあの人出てきたんだよ。どの人この人。<laughs> あら、グッカさん。<laughs> 悪い顔してますけど。<laughs> うん、この人は、どっちにも入ってんだよ。うん、俯瞰で、人類全体を愛おしく見る目もあるの、ちゃんと。うん、だけど、中にいる人が、うんうん みんな死んでもいいよ別にって思ってる人もいるわけだ,だからヒューマニズムとエゴイズム両方とも入っててで非常に個人主義的であと欲望に忠実で人間の暗い面というものを愛してたそうですねすんごいニヒリズム感じますねフェイティッシュ虫好き虫好きでつま共通しますけどでこの人が描いた可愛い女の子像を東先生が引き継いで ここから萌えアニメがスタートする。うん、萌えコンテンツが出てくる。つまり、悪い意味での、えー、性的消費が始まる。少女の性的消費が始まるし、うん、という意味もあるし。それ これ関係あるんですかこの流れがあってまああらゆるこっち手前にいるとあの俺多分谷崎潤一郎とかいるからさだからそのエドワ江ガーランポとかそういった暗い文学の系譜そして個人主義の系譜っていうのがこっち一歩あってでそれとは別にここっっちちは面白いんだよ面白いから語っちゃうんだけどこっちもありますよって言って高畑片淵役はななるるほほどどの流れがあって実は高畑の流れには せのほうすげえしっくりくるしっくりくるだろあのしっくりきたあのねあのなんかみんないるんだよえあの確かに遠距離でただ町が暮れていくシーンだけ書くとかそう愛してるそう千葉先生は世界を愛してるの確かに確かに庶民を愛してるのだけ庶民だけじゃないんだよブルジュアジーも排除してないのこの人ああでかいんだよ そうでここにここに4個も,、ね、も入るんで、うん、ここに水島もいるんだよ。ななあなるほどそうこっちならここの人たちなんだようわ俺が好きな方そう,そうなの そうなん好きな方だからお前やられるんだよそうだわそう役割そりやられちゃうやられちゃうんだよやられちゃうんしんのすけしんのすけありがとういい仕事したな誰見せんねしんのすけをしんのすけを与えない知らなかったくしてね本当ごめんなさいえそうなの？富野さんはやっぱ手塚側なの富野さんは手塚的なんだよだから庶民って言うよやっぱりだってホワイトベースのあのおじいさんたちを書くじゃんしよがない難民の人たち だからどっちかってとこっちの系譜もあるんだけど富野さんの面白いところはすぐに忘れて「ラーラーは俺にとってのラーラーは母になってくれるかもしれないのに」ってところに行くところが富野さんの面白さであの人だから本当に両側にる俺の話とみんなの話の狭間に苦悩するのが富野義行だから面白い。だから逆に富野さんの方が信用できる さんだけじゃなない多分鬱にってんのだて鬱になるよあれはそうだからこの振り子で振り子で「俺は何してんだ」ってだって常に自分としかももう高畑さんもそうだしあれでしょ先輩だしさこの辺はだから一貫してるからブレてないんだけど信念が信念が強いからだけど富野さんここに富野さんが入ってくると俺どこにいたらいいんだってなる 俺, <laughs> 俺はトミノだからな <laughs> プライド高いけど自己肯定感低いとかその面倒くさいねじれがでそのエネルギーがガンダムを面白くしてなるほどね <へー S 2> いや面白いですね <laughs> 今回、うん、そうなのよまさかそんな話になるとうんうん,うんだから俺だから泣きながらこれ考えてさこれどういうことだなんでだろうなーってでで一番すげえわかりやすいのが、うん、今回の「窓際のトットちゃん」ってこの2作品 うん、<ー>一緒にしてるようなところがあっておじいさんって血つながってたっけ分かんないけど、うん、覚えてないけど<血>とにかくこの小林先生的な位置にあるそうでハイジはその居場所なくなって最初怯えながらアルプス入ってってそこで自然や友達に出会って一つのそのパラダイスしかも、うんうん、うまく歩けない少女、うん、出たと確かにそう <laughs> クララが立ったでおなじみのクララ、クララ、クララと安彦ちゃんが安彦ちゃん、安崎ちゃん、安崎ちゃん、安崎ちゃんも被るし、あらこの作品はすごい重なるのよ。なるほど、コーカソイドとモンゴロイドの違いだ。いやそういう言い方されでもな、まあまあまあ人種のまあ問題でもありますがでしょ？でこれで終わっていくんじゃなくて、これの後半に蛍の発刊になるのが今回両方とも高発だ。 まあここまで重くなかったけどね。その実際は。絶妙。うん、だけそうなのよ。そう、そうなのよ。お腹空いたで終わらせてる。こっちはお腹空いたの先を書いちゃってる。うん、ああ、確かに。あ,あ、うん、多分これも現実。だから それのチューニングをしてトットちゃんという場所ででもそれもねすごい俺わかるんですよ。ここ、うん、こっち側をこの世代で描こうととすると体重乗れないんですよ、ねうんね、体験もしてないしな、ね、飢えたこともまず個人によるけどないしそのなんていうかなその先輩方のそれがあるのに、うん、そのわざわざそれをん,なんていうのかなそのフィクションでやってしまうことのなんかこの後ろめたさね後ろめたさというかちょっと。 書けなないいいいんじゃかかという。いや、あわかるよで。それは、うん、あのなな、んだっけなあの人あの、背景の人が言ってたよねあのなんか高畑さんは、はいえとね、岡山で空襲にあってはあ、はあ、で実際にそれ体験してるからでその焼け野原見てるから、うん、だから描けるけどその背景をずっと担当してた方は世代がもっと若いから、うん、俺は見てないから描けないっつって一、うん、回断ってたらしいよねのその蛍の時は。うん どれくらいのその空襲にあった時に、どれくらいの火の粉が上がって、どれくらいの煙が出てっていう、それが。体験してないとわかりませんよ。そうですね。で、まあ、そのロケハンに一緒に行ってね、一緒に神戸行ってね、うん。で、まあ、いろいろや、頑張って、現場に行って、これもそうだよね、現場行ってんだよねうん、うん。そう。ええ、現場行ってんの?。現場行ってんの?。で、で、宮崎さんも一緒に行ってる。ええー。<う>スイス行ったんだ。スイス行って、実際にそこで、その山小屋に行って。はい、はい、はい。 いいやこういう感じかあのチ,ーズチーズ焼いて<う>食ってやってたんだそこの出雲はだから片渕さんなんかもうあの継承してるし、ね、徹底的にね徹底的にやったしこの役、ね、ヤクワさんも今回トッ,トットちゃんの舞台になっているところにロケハン行って、うん、でその当時の人たちの話聞いてとか言ってやってたらしい,うんうん、うん、いやそりゃそうですよもう徹底的にストイックだと思うしうストイックというかの実の素直というか。 うん、でねどのタイミングで洋服がモンんぺんなったのかとか手記で<ー>その時の人たちが書いて残した手記でそのなんとか日記でねこの時期かなって、うん、や,やってたらしい、うん、だからそれもなかなか誠実な仕事をされた7年間だって <laughs> だからそのコロナ禍でずっとそれやってたみたいだよ。だから最初に2016年ぐらいに企画立ち上がって でその後ちょっとドラえもん挟んでそっからずっと7年間ずっとで始めたら大変なことをやってるって分かったらしくてそりゃそうですよね,あのね教室のモブシーンが恐ろしい駅のモブシーンも恐ろしいんだけどうん、うん、教室の俯瞰で「ち、うんどん屋さんが来たよ」っつって,って、うん、全員動くでしょ、うん、あれめっちゃジブリ感ありましたけど恐ろしい <laughs> ジブリ感あるよ風立ちぬのさ震災シーンとかねうん、うん、全員のモブが動くこれですよねうん、うん <laughs> 千葉先生だなみんなが主人公っていうのをちゃんと、これがそうだから今今の時代本当に大事だっていうモブにしちゃいけないよとかみんなそれぞれ人生があって、うん、それぞれあるんだよっていうこと、うん、描こうっていうところであとねゆくかさんね,あのね、はい、好きだった映画、まあ、あのラスハルストレムが好きだって,って誰 知らないギルバート・グレイバー見たあこれはあのデカプリオ見てないけどデカプリオジョニー・デップ回の時にやりましたねこれがまた泣けるんすよそのないかな普通の暮らしの中で異常なことが起こっちゃってっていう話だけどいいんですよあとこの「マイ・ライフ・アザ・ドッグ」名前は知ってますいやもうだからそのオールタイムベストに入りそうなぐらい俺好きあそうなの いいえ、がらんだよね。ちょっと待って、これまで、あの、ガンプの話一切出てこないけど。まあ、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 マイラドアザドッグ。はい。マイラドアザドッグ知らない。知らないですね。ああ。ちみちゃん知ってる?。僕は見てないです。まだ。うん。こういう時、クゼが見てるんですよ。大体。ああ、そうね。そうだね。よかったな、クゼそうすると、知らない人ばっかりで、結局レイさんが全部説明するっていう。うパターになるんですけど、まあ、かいつまんで。何がいいんですかこれは。えっとね。 お母さんがちょっと心の病に入っちゃって、で、子供がまあそのお母さんが心配なんだけど、ええまあ心を許せるのは犬のあの子犬だけだの、自分の飼ってるペットだけなんだけどって言って、それで辛いことがあると、いつも僕は思うんだっつって、ライカ犬がね、あのロケットに乗せられてと飛んでった、でも絶対帰ってこれない、帰ってくる道がなかったんだ、だから辛い時はあのライカ犬のことを思い出そう。 いいい。それ聞いたことあるそそれ。れ有名なセリフです。が「マイ・ラフ・アザ・ドッグ」で「犬のような人生」なんだけどっていうさそこで出会った男の子と親友関係になるんだけど途中で彼が女の子だってことが分かってくるえっみたいなそれが淡々ともうそのなてつうのかなまあみんなが好きなやつだとニューシネマー パラダイスみたいな感じで、淡々と見せてくれる。で、そこにいろんな人が住んでる。で、それを子供の目線で行くんだよ。そうすると、死にかけたじいちゃんがいるんだよ。で、死にかけたじいちゃんのベッドに行って。それで、今日もちょっと頼めるかなっつって。ベッドの下に、その女性の下着カタログが置いてある。おじいちゃん。下着。下着のカタログ。ボールの出しなんて、下着のカタログ。それを読んでくれって、子供に言う。はいはい。子供が読むんだよ。 そのサイズがどれ,だろうとそれでおじいちゃん喜んでるっていう <laughs>。とかすごい変わった芸術家の彫刻家が変な彫刻作っててそれのモデルの話とか <うん S 1> いろいろなあのその愛しき変人たちが普通に暮らしている村の話だっていうさ <あー S 1> 俺これはいいと思うんこの感じもすごく出てるなとかと思って <うん S 1> まあここれにまあ行くところがまあそれはともかくじゃまとめると。 この二人、俺は、この二人の、その作家の良さはね、うん、高田さんは、やっぱり大人としての俯瞰の目、目線で。で、その、対する宮崎さんは、死ぬまで青年なんだと思うんだよね。あ<ー>で、何かに執着して、いき、生きていくっていう人なんだよ。それは虫であり、戦闘機であり、うんうん、女性であり、いろいろあるんだけど。うんうん、この人は、欠けてるんだよね。うんうん、欠けてるから、うん、執着しなきゃいけない青年のまんまなんだよ、うんだこ。この、この違い。 で、両方とも、えー、ジブリ作品作ってて良かったと思う<ー>、まあ。まあ、まさかのうう確かに、そう言われるとそうですね。まあ、どっちがいいとかじゃなくて、うん、スタイルの問題としてね。そそうそう,そう,そうだから、みなさんってやっぱ見るたびに若いですもんね。エネルギーがすごいから。あのね、この人ね、喪失するごとにね、パワー上がってるんじゃないかって。<ー>大事な先代がいなくなったせいで、うん、あんなすごいもん作ってるわけじゃん。だんだん、純化していってますよね。うん、そ,うそうそうそう。 文学性を増してる、うん、より文学性を増してる、だけど、だけど、なんだろうな。まあ、独特だよな、ね、だまあ、サポートもいいんだよ。すごい、凄腕が彼を支えてるっていうのも、大きいじゃん。まあそ、その周りには恵まれてますよね。本当に、うん、と思います。<で>鈴木敏夫さんもそうだけども。あと、なんだろう、可愛いじゃん、この人。そうそうそう、だから。<laughs> まあ、ね。うん、そう。俺たちが言うと、生意気だけど、うん、見てて可愛いなあと思わせる。魅力があるっていうことですね。はい、うん、はいはい。 そしてまあこの作品が似てるっていうまあこのおあの特にかぐ好姫見てもらうとすごくわかると思うんだけど、はい、これね余白を残すことによって見てる側に想像の余地を与えるって言って書き込まないんだよねな、うんかこうま本当に引き算で作られてる、うん、それを本当にこっちで同じことをやっててそれはどういうことかというと余白を残すって言葉 観客が側が想像する余地を残してるから観客を排除しないイコール他者を排除しない俺の作ったものを俺の思うように見てくれじゃなくてある程度は自由に投げるんでお前のものにしてくれって言ってる大人っていうさ大人ですなーっていうさうん。漫画家でいうと誰のタイプなんですかえっとね、高野文子とか あとはね「マチコとかねだから少女漫画少女漫画の人は余白の中にそれを残す系譜がある真っ白な駒をここはあなたが埋めてくださいってやるのぎたくじゃないけどぎたくもめちゃめちゃそういうとこなのぎたくはものすごいそうだね断片しか書かないであとは想像してくださいって言ってむしろそれで臨場感が逆にくるっていう。 のはあってね。で先ほど言ってた、じゃあちょっと絵の話します、ねはい。お願いします。この大黒さんが言ってた通り、はい、自動書ですよね。そうですよね。で面白いなと思ったのが、うん、あの絵作る時に、うん、戦前の自動書とか戦後の自動書とかまあいろいろと自動画みたいなものを研究してたら、うんうん、意外と口紅 赤赤く塗ってるそうですよ、ね、唇赤いんだって,な,って <laughs> なんか気持ち悪いんですよねその妙なリアルさっていうか生々しさみたいなのがやっぱありますもんね。でなんかその既存の今の流行りの絵じゃなくて、うん、また新しい表現できないかっつって作画の人とすごいそのやり取りしてる中で、うん、ほっぺた赤くして唇赤くしてっていうところでのまあ、こういう絵柄が生まれたっていうところで。

ティーあの、あれ、なんだっけ、かんもん、なに、な <laughs> に、ジャンのエプチェルの旦那。旦那。どうだ。 え、じゃ、ジャンヌ、ああ、ボディアーニー、ね。ボディアーニー。ジャンヌエビテリウムから。来るのジャンヌエ, <laughs> エビテリウム派なんです。よ。ジャンヌエビテリウムは言いたいんだろう。<laughs> ジャンヌエビテリウム派なんです。<laughs> あの人もいい絵描く人だったからね。あ、まあ、そうです、ね。ジャンヌもね。だから、あの、はいはい、モディアーニより上手くなっちゃって嫉妬するっていう話が。話そういうのもあったしね。それはまいい、ね、まあ,まあ、多、はいと。まだけど、まあ、そう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 。まあ、そんな感じで、うんえー、まあ、やってたなっていうことですね。はい、はい、は、え、い、ー。で、まあ、あの。 まあ、こんなふうにして、え、え、絵面ができたなっていうことで。うんうん、で、えー、まあ、その、で、さっき言ってた、これね、この。さっき言ってた、その、これらのことを、うんうん、え、役者さん、どういうふうにやっていったかっていう話を。ここから、していこうかなと思いますね。うんうん、なんか、あの、はいはい、絵の話、ちょっとしていいですか。あ、い,いよい,いよ。なんか、うんうん、のあの、小林先生とか、駅の人とか、うん、めっちゃ、俺、あの、押し守るの絵みたいな。感じしたんですよね。おも<ー>、思わなかった?。 そうでもない、みんななんかえっ惜しい系譜と思ってうんうんただそれだけなんですけどあれね写真見るとねお母さんとかすごい似てんのお母さんはうん、違うタッチだったけどでね小林先生ね本当に歯かけてんのあそうなんだそう。だ小林さんあの辺は資料写真が残っててそれ見ながら描いててお父さんもなかなかのイケメンだったみたいねそう まあ確かに徹子さん自身がもう美人ですからね本人はそう思ってないんだよだからお母さんも結構巨乳で描かれててああやっぱり違うとうかそうリアリティあるなと思いながら見てましたけどその巨乳で言えばもうそのセクシャリティが一切ないんだよねそれ。そこの健康さたるやん。かあのエプスタイン。 はい、の事件が今すすごいいじゃないですかだからあのプールのシーンとかど「大丈夫,大丈夫これ!」っていやー俺もそれすごいドキわって思うんだけどだからなんか分かんないけど素直に見ればいいじゃんっていうい試されてんだよこっちがあれはそうなのよなんかそこになんかあこれ見ていいのかなって思う俺の心がやっぱりダメなのかなそう いやいや、いや、現代の感覚はそうだ。そうそうそう。だけど、あのあの時代の、あの。幼児が、別に、どうでもよかった。で、しかも、まだ、その、むしろ、裸感覚になる方が楽しかったしね。で、思春期以前だから、まだ、その、男女の意識が始まる前だから。っていうのもあるんだと思うのね。まあ、なかなか難しいところではあるけど、試されるよね、あそこはね。まあ、でも、それを、なんか、こう、検閲。 するような社会になってほしくないですよね、うん。あ、これち,ちなみに見たことない人には言っときます。みんなでプール入るシーンがあるんでね。そうですね。その時に、まあ、ね、その。みんな、全裸で入るという。みんな裸ん坊になって。肌になってで、まあ、ほとんどの子供たちが無邪気にわっと入って,くるって。る、うん。でも、いいシーンなんですよ。本当に、あの、はじ、うん、これ、ね、ネタバレになるか。 んかそのね、うん、あの承認麻痺の子がいてね、うん、でその子がプールに入りたがらないからそのトットちゃんがあの恥ずかしがることないよみたいな感じでああのまあ、彼をそのプールにね連れてってで初めて泳ぐというか水の中にズボンとその時のでみんなで同じ水の中で裸でっていうところでこの感覚がバンって変わるそ<う>あのの 羽はうまいよね。それまでさ重力に縛られてんだよね。そうなのよ。魂を引かれてる人間だったんですよね。うん、重力に。そこで急にオールドのタイプが入って、<laughs> ニュータイプで覚醒したみたいな。<laughs> だからあのアムロとねララのあのシーンみたいな感じなんですよ。 まあ見方によれそそそそそう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 。でつまりそれまではね、うん、あの歩くのが大変だったのが、うん、水の中に入った瞬間にそういう問題から解放されたせいで、うん、画面が変わるんだよね。いきなり。いやでもそれはすごいなんかストレートな演出で演出だ、うん、ちょっとや,るやりすぎると臭いっていうか。うん あれだだけど、もう本当に見見事。事バランスが本当素晴らしくてあと音楽の入り方もうまい大ですな。あのねあ気が付いたら泣きそうになってるしすげえエモい曲かかってるって後から気づくんだよこれだから役は監督言ってたんだけどここで泣いてくださいって演出をしないようにすごい頑張ったいやうん 成成成功だししてるん成功成功。成功しだそれはだからそう,そういう仕事してる連中をみんな殴りにいってるんで、うん、そうこれだろうっていう感じでちゃんと伝わってきましたね、うん、それはね。のその泣き顔、うん、大人の泣き顔をあの正面から見せないっていうか、うん、そこもやっぱりいい。そ<う>その大人が泣くっていうのをちょっとストレートにやっちゃうとエモくなりすぎるからさ。 そこらんのなんかかちょっとと肩震わせてるとか、うん、逆にだから耐えてる大人っていうので来るもんがあるし子供は素直に泣くんだよねそうなんですよねそう正面で、うん、うわーって泣くしよかったねそこもねだから相当考えてカット作ったとか絵コンテック切ったんだろうなと時間かかったと思う,う,んうんでよ、うんうん、でまたその <laughs> その原作がねもともと3文じゃない だから一つのストーリーじゃなくて雑誌で連載してたよね「婦人公論」かなんかでそれで「こんな話がありましたこんな話がありました」ってオムニバスだったんだね。確かにそうだったもんこの2時間ありましたけどちゃんとね編集点じゃないけどまとまった話まとまった話が積み重なっていくことによってしか醸し出せないそうそうあのなんて。 えー、詫びじゃないんだよなこれなんだろうなこのじ慈愛みたいのがやっぱありますよねあれさギネス乗ってんの知ってるマドギアトットちゃんってえどういうことだから、えっとねせ、全世界で2500万部ぐらい売れてんのえ、うん、それで個人、存命の個人の自叙伝で最も売れた本としてギネスに乗ってんだってええー、でしょ まるで A.C.D.C. クラスじゃないですか。A.C.D.C. かマイケルジャクソンか。すごい。すごいでしょ。で鉄子はその印税をトットちゃん財団にして子供のために使ってる。黒焼きしてください。すごいよな。いや、すごいね。しかも最初さ、なんかトットちゃん初めて物語すごくてさ、あの主人公論でなんか書いてって言われて。 書きますって書いた時にその自分のその学校の話小学校まともに行けなくて行った学校が小林先生がいてちょっと書いたら「そういう話で本書き下ろしませんか?」って言われて講談社の人がいっぱい原稿用紙持ってきて「書いてください」って来たんだって「じゃあいいわよ」って言ったんだけど全然書かないで他の仕事で原稿用紙全部使っっっちゃたんだて。その原稿れで何年も経ってからまた講談社の人が来て別の人が「書いてください」って言って。 またちゃって。でも原稿表紙全部使っちゃって「申し訳ないからちゃんと書こう」って言って書いたのがトットちゃん何ってそれ。なんかさそのさエピソードも全部さなんとかな一発当ててやろうとかじゃないんだよそうですね。大人になってもトットちゃんそれでそうでなんかまた連載するのかなそれで全部たまったからまたそれ本出しましょうっつってそれも頑張って売ろうとかじゃないのね81年にそれが出て。 大ブームになるっていうさ。なんかこう、うん、あの一個に集中すると、それになっちゃうんでしょうね。うん、そういうタイプじゃないですか。あ、そうだね。過集中だからね、うん。だからそこのなんか、その、<laughs> それが結局彼女の良さであり、うん、まあなんていうのかな、出ないとトットちゃんっていうのが生まれなかったっていうのは確かにそうですよね。うん、でもその、依頼されたことは忘れないとか、そういう社会性もちゃんと持ってるっていう。だからあの奇跡のバランスで、うん そのいわゆるその奇跡のバランス多動で ADHD って今だ,今だと言われるような集中力のない、うんうん、散漫な子どもなんだけどそうですねそうだけど親とか周りの人間がそれを温かく見守ることによって、うん、しかも彼らのその礼節がある。 暮らしぶりの中で育つもんだからうん、うん、ちゃんとすんだよね、うん、人に対して、うん、で人を傷つけないような礼儀作法とかっていうのをしっかり学んだ上でめちゃめちゃやるっていうキャラクターだからその後のテレビでそれが生きるっていうことじゃない、うん、やっぱりあそうかこれで徹子誕生なのかっていうのを改めて感じましたけどねそうですね,ね、うん、本当にねシミちゃんの泣きポイント聞いてまたぐうかじゃん この後ちょっとまた話まだあるんでいくらでも。しみちゃんでも泣かなかったんでしょ？あ、そっか泣かなかったんだっけ？ちょっとじゃ泣かなかったですね。泣かなかったんね。はい。しみちゃんはどこを感動したの？はい、これもう今はさん言っていいんですか？あ、じゃあい<あ>いか。じゃまたでからにしますか。うん、はい。はいそ。そんなこんなでね、あのこれね、ちょっとあのこの後ね、ちょっとこの話までするってね。<laughs> どうしたの？えグッドフェローズ だか,ら分かるでしょ <laughs> グッドフェールズの好きな人は意味分かるでしょ。<ー> <laughs> ね、そ,うそういうことなんだよで今ねひどい時代じゃないですかで時代にみんな翻弄されて分断されて大変なことになってるじゃないですかだけどどうやって生きていったらいいのかっていうことをたくさんのコンテンツがもうすでに教えてくれてるんですよでこの系譜の中に徹子は登場してるトットちゃん登場するということでまさかのこのやややギャング映画とギャングもののクロニクルと「フォレスト・ガンプ」あ<ー><う>ヒューマンドラガンプ まあ散々今までねあの話してきましたけど、はい、ちょっとこれがっつりと。と,そうなんですということで絶対に今日フォレストガウンプまでいかないと思ったので来週しっかりガッツリレディさんのオールタイムベストの一つである、うんえー、フォレストがもう数え切らないほど見たと。 そうです。まあ、分かってますよ。町山さんが言ってる問題もよくわかります。はい。それに関しては俺もそう同じ気持ちですけど。でも作品として、ここで伝えようとしていることの大半の部分は。めちゃめちゃ共感するし。ね。なんと言っても、あの女性がね。あんな感じになるとかね。ジェニージェリーとかね。それから、まあ、バッバとか。ュイとか。いや、いや、あの。み見返したんですよ。この間。はい、はい、はい、はい。で。最初に。本当に。 中学生とかでリアタイで見た時も感動したんだけどこれ大人になってから見るとむちゃくちゃいいそうむちゃくちゃ良かったから来週までに見れる人は見てほしいフォレストガンプももちろんトットちゃんもいいそうトットちゃんも見てほしいけどガンプのガンプのねしそうそうシミちゃんガンプ何点だったっけ 僕は星100です <laughs> <laughs> もう超えられへんやんそれ <laughs> 100点満点が最高かもこわ分からへんけどもそうですねもう一回見てくださいほ、うんあとに2時間20分ぐらいあるんだけど全然その長さを感じさせないんでで<技>語ることは死ぬほどある映画あるねあると思うもう卓球したくなるからここで卓球するかでいろんなもあのオマージュもあるしさ <laughs> あもう本当にユーモアもあるしユー,マーそうユーモアがたまらないんですよそ,うそ,うそ,うそしてまた演技がコメディーでもあるし演技がうますぎる <laughs> ゲリーシリーズもすごい。し本当にうまい。もう CSI スあの、やってる人と思えない。そう。もうダメだ、エービークイに行きたくなっちゃう。本当。にお前食べられる。俺は食えないけど。そうそう、ババ、ババガンプで乾杯して。あ、ちょっと、これは来週にしましょう。はい。ということで、来週のヤンさんはフォレストガンプ特集ということ。で皆さん。それから、この後。この後、ちょっとね、大事な話もまだいっぱいありますので。えちょっと、ええ、ユーリノルシュテインとか。まディズニーの話とか、まあ、いろいろありますから、まあ、その辺のところも。 ちょっと語ろうと思っておりますのでよろしくお願いします。もう一ついいですか？はえ皆さん、えっと新年早々イベントやります。あそうです。二月のこれまだあの詳細は来週発表するんですけども、え皆さん二月三日京都で時間とかは今調整中です。会場も京都でやりますので関西の皆さんぜひね。 あのまずゴルパンで先行でっていう感じで,そうです、ね、ゴルパン先行予約でえこうかなとまあ50人ぐらいは入れるようなところを借りようかなと思ってますのでちょっと久しぶりの関西、ね、からの放送2月の頭の3日の節分の土曜日に是非、えー、我々関西に行きますので久しぶりに皆さん、えー、顔を見せていただけると楽しいですありがとうございますと、はいうことでそれでは後半「のどギアのトットちゃん」特集後編ですあったらびスタップ